はい、こんにちは、アト TV マスター、ワールドのマスターとチャンネルのマスターとです。今日は、令和、違うで、2020年、令和2年、1月の13日、月曜日、祭日、まあ、日曜日が、まあ、成人の日、ちょっと今日が成人の日、まあ、昨日垂れるところもあるかと思いますが、成人の日の振り返ってなっています。祭日となっています。まあそういうことで、まあ朝、まあもう昼になりましたけど、こういう、デボーションの動画に、動画撮りに頑張っています。まあ聖書通読の箇所に来ました。創世記の32章、どうか神様お祈りいたします。御言葉の時、思いとまた御言葉を神様が導いて支えてください。感謝して、イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。はい、引き続き31章に続き32章ですね。はい、いきます。3、はい、創世記32章。さてヤコブが旅を続けていると神の使いたちが彼に現れた。ヤコブは彼らを見たとき、ここは神の陣営だと言って、そのところの名をマハナエムと呼んだ。ヤコブはセールの地エドムの野にいる兄のエサウに前もって使者を送った。そして彼に命じてこう言った。あなた方は私の主人エサウにこう伝えなさい。あなたのしもべヤコブはもこう申しました。私はラバンのもとに居留し、今までとどまっていました。私は牛、ロバ、羊、男女の奴隷を持っています。それでご主人にお知らせして、あなたのご好意を得ようと使いを送ったのです。使者はヤコブのもとに帰っていった。私たちはあなたの兄上エサのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。そこでヤコブは非常に恐れ心配した。それで彼は一緒にいる人々や羊や牛やラクダを2つの宿営に分けて、たとえエサが来て1つの宿営を打っても残りの1つの宿営は逃れようと言った。そしてヤコブは言った。私の父アブラアブハムの神、私の父の神を、かつて私にあなたの生まれた国境に帰れ、私はあなたを幸せにすると仰せられた主よ、私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダン川を渡りましたが、今は2つの宿営を持つようになったのです。どうか私の兄エサの手から私を救い出してください。彼が来て、私をはじめ、母や子供たちまで、うちはしないかと、私は彼を恐れているのです。あなたはかつて、私は必ずあなたを幸せにし、あなたの子孫を多くて数えきれない海の砂のようにすると仰せられました。その夜、そこで過ごしてから、彼は手元のものから、兄エサウへの贈り物を選んだ。すなわち、メヤギ200と、おやぎ20と、メス羊200頭、オヒツジ20頭、父ラクダ30頭、その子、メウシ40頭、オウシ10頭、メロバ20頭、オロバ10頭。彼は一群れずつをそれぞれしもべたちの手に渡し、しもべたちに言った。私の先に進め、群れと群れのとの間 には距離を置け。また先頭の者には次のように言った、命じた。もし私の兄、エサウがあなたに会い、あなたは誰のものか、どこへ行くのか、あなたの前のこれらのものは誰のものかと言って尋ねたら、あなたのしもべヤコブのものです。私のご主人エサウに送る贈り物です。彼もまた私の後ろにおりますと答えなければならない。彼は第二のものにも第三のものにも、また群れについていくすべてのものにも命じていった。あなた方がエサウに出会った時にはこれと同じことを告げ、そしてまたあなたのしもべヤコブは私たちの後ろにおりますと言え、ヤコブは私より先に行く贈り物によって彼をなだめ、そうして後彼の顔を見よう。もしや彼は私を快く受け入れてくれるかもしわからないと思ったからである。それで贈り物は彼より先を通っていき、彼は宿営地でその夜を過ごした。しかし彼はその夜のうちに起きて、二人の妻と二人の女奴隷と11人の子供たちを連れて野牧の私を渡った。彼らを連れて流れを渡らせ、自分の持ち物を渡らせた。
ヤコブ一人だけ後に残った。すると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないのを見て、取って、ヤコブの桃のつがいを売ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃のつがいが外れた。すると、その人は言った。私を晒すよ、夜が明けるから。しかし、ヤコブは答えた。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださなければ、その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は答えた。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない。イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は言った。なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて顔も見たのに、私の命は救われたという意味である。彼はペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。それゆえイスラエル人は今日まで桃のつがいの上の腰の筋肉を食べない。あの人がヤコブの桃のつがい、腰の筋肉を打ったからである。はい、以上です。もう長いですね。ちょっと喉がちょっと大変ですけど、創世記32章、感謝いたします。この箇所からちょっと目に留めた箇所とは、はい、なかなかもう、はい、ヤコブが、そうですね、29節から30節、31節ですね、ヤコブがどうかあなたの名を教えてくださいと尋ねると、その人は言った。なぜあなたは私の名を尋ねるのかと言った。その場で彼を祝福した、そこでヤコブはそのところの名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔と合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。神様、この御言葉を感謝いたします。私たちが主と共に歩むことができますように助けてください。この御言葉の通読の時を感謝します。感謝して、私たちの個人的な救い主、主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、以上です。